はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、皆、えー、さん、こんにちは。えーとですね、えー、ひとりごとさんのブログですね、えー、からです。はい。あのー、うですね、うです。はい。うのね、キッキーですね。うのキッキーはね、はい、なんと、グレートなね、あれ、はい、グレートなね、あれです。はい。 あれというのは、リの、リのね、セット等でございます。はい。はい。グレードなあれを加速させるのではないかという、そういう記事が載っておりました。うん、ということはですよ。はい。ということは、えー、これは、やはり、やはり、やはり演技なのではという、 そういう疑問がね、湧いてきます。はい。まあ、そういうことでございます。はい。どちらかなのかはね、今後見,る見れば分かると思いますけど、はい。もう一つのね、判断材料です。はい。もう一つの判断材料は、昨日言ったようなね、あの、共産企業ですね。うのね、あの、バイキンマンの施設にね、えー、お銭を。 じゃらこじゃらこと出しているあの共産企業を、えー、追い出すのか追い出さないのかそれも判断材料になるのではないかということでございますまあまあそういうことでございますはいえー、まあねデキレースっぽくなってきましたけどねこれも、えー、しかしですねまあシナリオっちゃシナリオなんですよ はい。えー、なんていうのかなこう。まあ、なんていうのかなニューのね。ニューの新しいね、えー。ワールドね。世界のね。はい。おうおうだ,だーですね。はい。えー、秩序。 になる前、あの、ワン、ワンワールドになる前、ね、一つの世界になる前にね、えー、いくつかで、えー、統一するという、そういう案件がありますからね。はい、えー、そういうふうに考えると、まあ、西と東ということで、二つに分かれるという、その大きなね、枠組みの中で、二つにね、こう、最初に、えー、まあ、 大,大雑把に統一して、それから一個に持っていくっていうシナリオもありますからね。まあ私は、西側はごめんですね。はい。えー、ろくなことはありません。はい。はい、ろくなことはないです。かといってね、えー、C の刻々みたいなところもごめんですけどね。えー、ほんとそう思います。はい。 まあ、どっちに転んでもですけどね。はい。まあ、そういうことでね。私はこれはね、もしかしたらね、もうシナリオの一部なんではないかと、ちょっと思い始めています。はい。まだ確信ではないですけどね。まあ、そういうことですよ。はい。まあ、とりあえずね、えー、この記事を読まれてください。 えー、結構わかるかもしれないですね。何かが見えてくるかもしれません。はい。もともとね、そういう計画でしたからね。最初にね、こう、細まごましたね、えー。いろんなね、カントリーを、はい。えー、国々をですね。はい、えー。いくつかの大きなグループに、あのー、まとめてね、えー。4つか5つぐらいのグループにまとめてね。えー、そっからあ、一つに持っていくっていうのが、 まあ、最初の段階のシナリオでしたけど、けどですね、もしかしたら、あそのいくつかっていうのを通り越して、最初から2つに持っていくシナリオにこう変更されたのかなとも思いますよね、えー。まあ、そういうことです。まあ、彼らのシナリオはね、えー、大筋は変わらないんですけど、細かい部分はね、こう、いろいろ変わってきますのでね、その時々によってね。 えー、なので、えー、まあ、これもね、ちょっと見ながら判断しないといけないと思います。はい。まあ、そういうことですね。うん、はい。えー、まあ、それではね、えー、次の動画配信もしますので、皆さんよろしくお願いいたします。うん、沖縄おばばでした。はい。うんじゃさんですね。うん、かわいいですね。はい。うんじゃさん、かわいいですね。ええー、かわいいですね。ねー